食べる女は、2014年4月3日から7月3日まで、木曜深夜24時50分25時5分に、北海道テレビ放送で放送されたドラマ風、グルメ番組。HTV 深夜開拓魂第15弾として、制作された一クール限定の15分番組。主演は、アイドルグループ、バクステ外勘大長目に所属するも、絵のあずき。テレビ東京。 元祖。大食い王決定戦2014爆食ニューヒロイン誕生戦において全国3位の実績を誇る現役アイドル一大食いである萌えの小豆の特技を活かした北海道各地のデカ盛りメニュー店をめぐり完食するドラマ仕立ての内容。第1から4回までは大食いキャラを確立し北海道から全国制覇を目論むアイドルも絵の小豆が一人でふらりと デカ盛りメニュー店を訪れる内容だったが、第5回以降は、もしも、も、エアズガだったらをテーマに、毎回シチュエーションと衣装を変えあえて役、騎士とのドラマ要素を増した内容となった。なお、第10回までは各回に、ストーリー的なつながりはなく1話完結式になっている。そして、終盤の、第11から13回は再び設定をアイドルに、戻し、新たに、アンジェラ・佐藤、 お嬢という北海道出身の大食いタレントを登場させ、3話の連続した物語で締めくくっている。番組内で毎回言うセリフだがこの、しずるは、北海道や関西などの方言ではなく、肉汁が溢れたり冷えた缶ジュースに水滴がついて、いるなどの食欲や購買欲を煽る広告表現のしずるから来ている。 価格は放送当時のものからもしもも、エアーズが女子高生だったらもしもも、エアーズが新米雑誌記者だったら第7回でも、エノが和牛厳選セットを完食した、肉のカポータ村の店舗が入居する大通ビッセ、もしもも、エアーズがホステスだったらもしもも、エアーズが犬だったらもしもも、エアーズがインド人だったらもしもも、エアーズがクノイチだったらそれぞれ、バックステ外カンダ1丁目の各局。その他、 クラシック、ゲーム音楽等を BGM として使用している、カッコ内は担当放送会。ありがとうございます。